救援する作戦は順調に進んだ。しかし包囲する妖魔軍は未だ多く、現状での救援は不可能である。馬長らはさらに妖魔軍の注意を引きつけるべく小田原城に接近、長篠の地まで軍を進めた。そこで彼らが目にしたのは、妖術によりクムスト化した者たちと追い詰められた人間の一団だった。そしてその背後には猿に似た妖魔の姿が見て取れた。ご中心、この先でお猿同士が争っております。大きいお猿には伊達の鉄砲隊に武田の騎馬隊、顔色の悪いおじさんと美人に美少年までついている様子。小さいお猿は危機的状況です。わかるようなわからないような報告だよ。でも武田の騎馬隊か、君は雪村殿と戦うことになるね。お仕事っすから。武田騎馬隊に加え伊達の鉄砲隊か。医療の戦いよりも手強い相手だな。敵が手強いなら味方を増やせばいい。若、まずは豊臣軍と合流しようよ。操られた連中、なんちゅう強さじゃ。とても人間とは思えんわ。攻め立て、一気に突き崩すのじゃ。ヨモル様、すべて倒す。あいつら、おい、骨ごと噛み砕いてくれよ。こりゃまずい流れじゃな。なんとか立て直したいが。これぐらいにしといてやる。敵将魔王旗が討ち取った。清盛様のためにしぬきでやるな。大したもんだぜ。行かれます。おっとやべえ、戻れ戻れ。歓迎してやるよ。
しで、バン。馬王騎参上。術が解けりゃええが、共に戦わん。おお、すでに呪春の奪還はなったか。我らも力戦せればな。参ります。行くぜ。
か。激昇仕留めたぞ。信頼でき、孫権様の創作に助力をもらっている。そんな覚悟はいらないよ。ここは俺にお任せってね。うっしゃ、こりゃうかつに近づけん。ここは忍びの出番でしょ。雪村様、君なんて術が解けたんだ。雪村殿もきっと助けられる。なんとかなる。いや、してみせるよ。私は一体何を。雪村様、よかった。雪村様が戻らなかったら私。すまぬ、そなたには本当に心配をかけたようだな。うまい。素晴らしい均衡活躍。オロチの気配が世界を包んでおる。違う奴はより大きくなって帰ってこよう。わしは清盛と共にオロチを待つ。誰ごと。オロチの復活などありえん。完全に危険人物ですな。ここで消えてもらった方がいいんじゃない。それは果たして真実でしょうか。オロチ様はおそらくもう。見ておれ。皆様のお力があればこそ。妖術に操られていたとは、己の未熟を恥じるばかりです。私も心の健康まで損なってしまうとは。踏んだり蹴ったり。今こうして術より解放いただきました。これよりは皆様と共に参ります。蓮子殿の術は解けていない。だが救えるはずだ。ならわしらも一緒に行くか。みんなで集まりゃいい方法が見つかるじゃろう。文句なしの戦果だ。さすが、やる。
春と流しのを取ったようだな。これでようやく小田原城を救援できよう。しかし城主北条氏康殿は妖者出現時に行方不明。わしらが行くまで持ってくれるかどうか。郊外殿、心配は無用だ。あの城は熊姫という猛将が守っているのだ。ほほう、猛将の姫君とはうちの姫様のようじゃな。